はい、これは、シルクのコートになります。絹 100% ですね。全体っていうか、まあ、片方ですね、まあ、片側だけなんですけど、まあ、何か、色打ちしたような、トラブルになりますが、お客様の方からね、情報提供として、こういったものが、ついたということでね、実際に物をお送りいただいてるんですけれども、何になるのかな、ちょっとまあ分からないですけど、こういった塗料ですね、こういったものがついたということです。はい、あと作業する前の確認なんですけれども、もうすでにね、この、内側のね、芯の部分がね、ちょっと劣化が始まってまして、こういったまあシワが発生した状態になってます。これはね、残念ながらもうアイロンで伸ばしてもね、完全には元に戻らない場合がありますのでね、もうお品のね、寿命が近いということでね、この辺はまあご理解いただいております。はい、それではまあちょっとやりますが、結構大変そうやな。実際の用途はね、何に使うものかはちょっと分かんないですけど、まあ、性質で言えばね、顔料ですね、口紅なんかと同じような、感じにはなりますが、はい、ですのでね、まあ、取れるのは取れるんですけれども、かといってね、これ、洗って取れるかといえばね、ちょっとまた、これはまた別なんで。かなり改善は、見込めますんで、はい、ただまあ広範囲過ぎますのでね、どのようにね、できる限り、効率よく除去していく方法をまあ考えながらやっていきたいと思いますが、はい、まあ、取れるという確認ですね、まずは。はい、まあ、この辺やってみましたけど、はい、取れるのは取れます。